皆さんこんにちは担当式本試験の受験お疲れ様でしたそれでは2017年12月担当式回答速報を行いますまずは企業法ですね担当はレクセン講師の森村ですそれでは早速回答の方をご覧ください企業法ですねはい。では読み上げていきます 五つずつ区切って読み上げていきます。まあ、まず最初に、えっ、ー、と、問題一、三。問題二、一。問題三、六。問題四、二。問題五、五。問題六、三。問題七、二。問題八、一。問題九、二。問題十六。問題十一、四。問題十二、三。問題十三、四。問題十四、六。問題十五、二。問題十六、五。 問題176問題181問題193問題24ですね、えー、では5つ,つずつ区切って読んでいきますまず1から5まで、えー、3162531625で問題6から問題10まで3212632126問題11から問題15まで4346243462 問題16から問題20、五六一三四五六一三四、回答は、えー、こんなところですね。で、正答可能性は、えー、高中低でつけてあります。ですからまあ問題の難易度で言えば高ってついてある問題が優しい問題、低っていうふうについている問題が難しい問題ということになります。で数を数えますと、えー、正答可能性が 高い問題というのが8問ありました8問ですねちょっと書いておきましょうか正当可能性が高い問題が8問で正当可能性中ぐらいの問題が10問ですねで、正当可能性が低い問題が2問ですねでまあえー、っとまあどれを取ってほしいかということですけれども8、えー まあ、あの正当可能性の高い問題は8分の8取ってほしいですよね。で正当可能性のまあ中くらいの問題はまあ6問は取っていただきたい、まあ、よく言えば7問ですけどもで正当可能性の低い問題もまあ1問できれば取っていただきたいなっていう感じです。で、えー、合計しますとですねえー、っとまあ14問から 15問ですねだから点数でいうと70点から75点ぐらいは、えー、取っていただきたいなっていう感じです。で予想平均点なんですけども、えーまあ、大体48%から49%ぐらい、まあ、50%は切る感じじゃないかというふうに思います。まあ、ただこれはまああ,のあくまでも解いてみた感想ですのでね でしかもまあ企業法の,の平均点がです、ね、何点だからといって全体の合格点膨大なラインというのが何点になるかというのは全く関係ありませんので、ね、あんまりまあ気にしないでいただきたいと思うんですけども標準的な問題よりはまあほんの少し難しいかなというぐらいで48%から49%ぐらいの平均点が出るんじゃないかと。 でまあそれにしてもですね、まあ、70点から75点ぐらいは企業法でまあ取ってほしいなっていうそういう感じですね。で出題分野等はですね基本的に、まあ、いつもとほぼ変わりません、えー、会社法総則から1問で小行為から1問ですね設立二問株式二問で資金調達から2問期間から6問計算から2問。 えー、組織再編から2問金融商品取り強から2問ですからね、まあ、特に変わりありませんあと判例がたくさん出てましたよね足の数で4つ判例が出てましたあと改正点が、えー、多数出てましたねでそれではですねえー、っと回答の方はまああのもう,もうアップされてると思いますので、えー、簡単に。 若干解きにくかったかなっていう問題について解説していきましょうか。では問題２から見てください。問題２ですね。で、あの足、あ、証拠に関する問題ですね。で、あの足は最高裁判所の判例が出まして、勝、え、自、ー、代理の話ですけれども、これがあのいわゆる選択建設ですよね。ちょっと読んでみますと、最高裁判所の判例によれば。 あ,あの足ですね最高裁判所の判例によれば証拠行為の代理人が本人のためにすることを示さないで非懸命ですね代理行為をした場合において、えー、この場合でもその代理の効力は本人に対して生ずるんですよね。でその場合相手方が代理人が本人のためにすることを過失なくここですよねこれが判例がその条文の要件に付加したところですね過失なく知らなかった時は相手方は本人との法律関係を主張するか代理人との法律関係を主張するか。だからその前提として え相手方は本人との間にも法律関係が非権名主義ですから生じますし代理人との間にも同じ法律関係が生じるとそのどっちの法律関係を選択してもいいんですよといういわゆる選択建設ですよね。だからあの足は判例によれば 正しいといととうことになりますイの足ウの足は特に問題ありませんので絵の足ですね上億営業者は客から帰宅を受けた物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明した場合には当該物品の滅出または毀損につき債務不履行に基づく損害賠償責任を免れるこれじゃあ免れなかったんですよね。えー、っと単にででであるるだけでは、えー、責任免れることができなくて 不可抗力によることを証明しなきゃいけなかったですよね。条文は五百九十四条一項、五百九十四条一項でイの足はバツですよね。まあ、ついでに見とくとイの足、ウの足はイ、えー、がまるでウがバツ。これはま特に問題ないですよね。では次はですね、第五問、えー。これはまあ難しい問題ですよね。 株主の権利または株式の内容に関する問題ですねで、あの足はまあこれがバツなのはいいでしょうで、胃の足ですよねこれも最高裁判所の判例なんですけども最高裁判所の判例の趣旨によればこれまあ初めての出方ですよね まあ判例がちょっとややこしいもんですから趣旨によればというふうに濁さざるをえなかったんでしょうね。株式の共有者間において当該株式についての権利を行使するものを定めるにあたっては各共有者の持ち分の価格に従いその関数をもってこれを決することができる。 会社法の条文ですと106条の問題なんですけども百六条の問題でその定め方については実は会社法にはですねどういうふうに定めるのか基準はどうするのかって書いてないんですよね。で実はこれ民法の252条民法の252条の話なんですけども判例はこの場合定め方については民法によるってことになってますので「の足は正しいといとう」ことになりますウの足株式会社が定款の変更により その発行する全部の株式の内容として当該株式会社が一定の需由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨を定める場合においてこれ何かというと取得条項ですよね既存の株式に取得条項をつけますつまり全ての株式を取得条項付き株式にしますというその場合です当該定価の変更に反対する株主は株式買取請求権を行使することができるかというとこれできなかったんですよね割と有名なところですけれどもこの場合には 全員株主全員の同意が必要ですからだから反対株主っていうのがいませんので反対株主の買い取り請求権はないっていうやつでしたよね。への足は、まあ、それは子会社の計算で利益共有しちゃったらそれは子会社に返さなきゃいけないということでこれはいいですね。はい、で次は問題6です。 えー、株式に関する問題これは平成26年の改正点が出たところですねあの橋株式会社による全部取得条項付き種類株式の全部の取得が法令または定款に違反する場合においてこれにより不利益を受ける恐れがある株主は会社法に基づき当該株式会社に対して当該取得をやめることを請求することができる、えー、171条の3という枝番号ですね171条の3という条文でこれができることになったこれが平成26年の改正点ですね。 で井の足取締役会設置会社が事後株式を焼却するときは株主総会の決議によらなければならないこれはまあ前からあった条文で168条2項ですね168条2項。現行法でではは株式のの却というのはですね 全部自己株式の消却ということになってますので、つまり株主の手元で株式が消却されるっていう制度はもうなくなったんですね。だから全部自己株式にしなきゃいけませんから、その事故の株式の取得段階で厳しい規制が加わってますので、だからもういざ最後に自己株を消却する時にはですね、手続きとしては簡単な手続きでいいんですよと。なので取締役会設置会社においては取締役会の決議で足りますよということですね。 宇野足これも平成26年の改正点です取締役会設置会社の特別支配株主が 株式と売り渡し請求をしようとするときは株主総会の決議による承認を受けなければならないとこれは罰なんですよね何でかというと特別試合株主ですから議決権の10分の9を持ってますからそれは株主総会で承認しようったってそれはされるに決まってるわけですよねだからこの場合には取締役会の決議なんですね取締役会の決議179条の3第3項です179条の3第3項第3項取締役会の決議っていったってそれは可決されるでしょうと。 ままされますよねそれはその特別試合株主ですから当然取締役を選ぶに際しても選任するに際しても主導的な役割を果たしてますからねだからこの場合なぜ取締役会決議が必要なのかというと価格等がですねそのキャッシュアウトする時のその価格等が不当な場合には取締役に責任を負わせるという意味で取締役会決議を要求してるっていうことでしたよね。 江橋公開会社が株式の併合をしようとするときは効力発生日における発行可能株式総数として効力発生日における発行済み株式の総数の4倍を超える数を定めることができない180条3項ですね180条3項でこれも改正で加わったところです今までは、まあ、なんでなかったのか不思議な規定でしたけどもなかったんですよねそれが加わりましたということです。よろししいでしょうか では次問題7に行きましょうか問題7、えー、募集株式の発行に関する問題であといいは特に問題ないですよね対抗することを、えー、要するに権利株の譲渡は効力生じないんじゃなくて対抗することができないで丸ですよね でイの足ははここれはちょっと前を焦るなななんんんでですすけどもこんな規定ないんですよ取締役と通じて著しく不公正な払い込み金額で募集株式の発行を受けた者は当該払い込み金額と当該募集株式の公正な価格との差額に相当する金額を支払った後でなければ当該募集株式について株主の権力を行使することはできないこういう規定は特に置かれてないですよね。で「う」の足「え」の足これ両方とも平成26年の改正点ですね。 募集株式の引き受け人が払い込み金額の払い込みを仮装したことによって株式会社に対して払い込みを仮装した払い込み金額の支払い義務を負う場合当該支払い義務は総株主の同意がなければ免除することができない、まあ、逆に言うと総株主の同意があれば免除できちゃうんですから、ね、けどね、えー、だからまあこの責任というのは資本充実のに関する責任ではなくて、えー、株主間の,その価値移転それを是正するための え条文であるとだから総株主の同意があれば免除できちゃうんですよっていうことですね。条の2第2項です絵の足「募集株式の払い込み金額の払い込みを仮装した引き受け人から当該募集株式を譲り受けた者は悪意または重大な過失がある時は当該引き受け人と連帯して株式会社に対して払い込みを仮装した払い込み金額を支払う義務をこんな規定はありませんよね、えー、まあ単に譲り受けけただけですからね。 はいということですね、まあ、ちなみに悪意または重大な過失がない譲り受け人は、えー、その仮想払い込みの場合であっても権利を行使することができるっていう規定は、えー、譲り受け人保護の規定はありますけどねでは次問題13ですね問題13えー 期間ですねで問題文が指名委員会と設置会社以外の取締役会設置会社ですからまあ、いわゆる普通の取締役会設置会社ですねでこれはまあひっかけなんですよあの足取締役の指名及び住所は登記事項であるというふうに書いてますけどもこれあの取締役の指名は確かに登記事項なんですよ911条3項13号911条3項13号で指名は登記事項なんですけれども住所は登記事項じゃないんですよねなのであの足は 誤っているということになります。で、ちなみに代表取締役の場合は、代表取締役の氏名及び住所は登記事項なんですね。えー、まあ、そことのきっかけですよね。で、あとはまああの特に問題のある、えー。足ではありませんのでね。a の足は取締役会は取締役会を招集する取締役を定めなければならない。これは定めることができるということでしたよね。だから問題自体は特に難しくはないんですけど、あの足がまあちょっと。 うん、引っかけだなっていうんで引っかかっちゃう人は引っかかっちゃったんじゃないかなっていうんで、まあ、ちょっと解説しておきましたで同じような感じの引っかけがですね次の問題14にも出てまして問題14、えー、株式会社の計算に関する問題なんですけれども、えー、あの足株式会社は資本金及び準備金の額を投機しなければならないこれも投機事項ですけども、えー、っと資本金の額は投機しなきゃいけないんですけども準備金の額は投機しなくていいんですよね。 まあ、そ,それだけのことなんですけどね911条3項5号です条3項5号ですね資本金の額が討議事項であると。で井ノ氏株式会社はその処分する事項株式を引き受けるものを募集する場合,を場合において株主となるものが当該株式会社に対して払い込みまたは給付をした財産の額の2分の1以上の額を資本金として計上しなければならない。これはあの 今あの募集株式の発行等っていう言葉があるように新株の発行と会社成立後の株式の発行とですねそれと、えー、その自己株式の処分っていうのは同じ条文で規定されてますよねただ一箇所だけ違うところがありますよっていうのが、えー、まあ,あの募集株式の発行の条文で言えば199条1項5号ですね199条1項5号で株式を発行する時にのみ、えー、その資本金準備金の額を定めなきゃいけないっていうふうに書いてあるわけですね。 であるいはあの、えー、と資本金の額の定める規定、えー、について、えー、見れば445条1項四十五条一項で、えー、株式を発行した時には資本金増えますよと払い込み金額2分の1から払い込み金額までの間でその資本金額増えますよって書いてますけども、まあ、そこをよく見ても自己株式の処分の場合には書いてないですね、まあ、当たり前のことですけどねこれは割と皆さん方ご存知のところかもしれませんけど、まあ、ちょっと細かいかなっていうところですね。 であとは、えー、右の足右の足は特に問題ないですね右の足は、えー、452条で上撃の額を減少して準備期の額を増加する場合には株主総会の決議に寄らなきゃいけないって書いてますよね条文ありますで「えの足は」は要するにこれ資本金の額は減少できるけれども、えー、マイナスにはできませんよっていう規定ですのでこれもまあ特に問題ないですよねはいこれもまあちょっと細かい引っ掛けだなっていうようなとこですねではもう一問ぐらいいきましょうか は問題18組織再編からですね。これはちょっと難しかったんじゃないかと思います。まあ,あの足は特に問題ないと思うんですよ。よいわゆる大成功ですよね。大成功というのは、その会社法で認められているその訴訟のですね。 原告勝訴判決には全部大成功がありますから、この場合も新設合併の無効に向こうの訴えにかかる請求を任用する判決自体、えー、確定判決は第三者に対してもその効力を有するってことになりますね。次、猪橋がちょっとね、これ、えー、迷われたとこだと思います。猪橋、ええ、新設合併の無効の訴えにかかる請求を任用する判決が確定したときは。ってことは、合併がその時から無効になるっていうことですよね。 そうするとどうなるかっていうと新設された会社は結局設立されなかったことになるわけですからどうなるかその時から無効になるんですから新設合併設立会社は解散するとということですよね解散実行自由には挙げられてませんけれどもそういうことですよね。い宇野はし株式会社が九州分割をする場合において当該九州分割後に九州分割株式会社に対して 債務の立候補を請求することができないできない九州分割株式会社の債権者はだから保護されなきゃいけない保護すべき債権者ですよね当該九州分割九州分割株式会社に対し当該九州分割について異議を述べることがこれはできるですよねできないじゃなくてできるってことになります。条文で言うと789条1項2号です。条1項2号ですね 手の足九州分割株式会社の株主が九州分割の無効の手を提起するとき被告となるのは当該九州分割株式会社のみであるこれはのみなんじゃなくて九州条文上は九州分割契約をした会社って書いてます。で契約ですから当然両当事会社が契約当事会社になりますので九州分割株式会社だけではなくて九州分割承継会社ですよね。 えー、そ,のその両者を被告としなきゃいけないという834条9号ですね834条9号でこの足は罰ということになります。はい、えー、いかがでしたでしょうか、まあ、こんなところでとりあえずねあの今はとにかく回答ですよね回答がどうなってるのかっていうのと。 あとはまあボーダーどれぐらいかっていうことが皆さんのそれは最大関心なんでしょうけどまあいつもお話ししてますけどもえーその企業法がね優しい難しいっていうことと全体のボーダーとはもう全く何の関係もありませんのでねえまあ大体企業法では先ほどお話ししましたようにまあこれもいつものことですよねまあいつも大体80点取ってほしいっていうふうに言ってますけどもま,まあ今回は。 ちょっといつもより難しいかなっていうのでまあ70から75っていうぐらいですかね、えー、取っていただければというふうに思いますでまあ、えー、予想平均点がまあ48%から49%ぐらい、まあ、50%を切る感じではないかということで、えー、今日の解説はあれはい、えー、これで終わりますどうも皆さんお疲れ様でした。